ファンを生み出すコンテンツがビジネスを加速させる。アポロオフィシャルポッドキャスト、超ブログ思考。はい、えー、こんにちはアポロです、えー。今回のテーマはですね、常識ポッドキャスティングというテーマでお話ししていきます。まあこのポッドキャストを聞いている人の中にはですね、まあ疑問に思っている人もいるかと思うんですけど、よく聞かれるのがですね。 なんでそんないっぱいネタがあるんですかとかね。っていうことをよく聞かれるわけですけど、これはまあ僕が副業時代、たくさんブログを書いていた時に培われたノウハウで、まあ、当時副業時代っていうのは3つブログをやっていて、それを毎日更新してたんですよね。まあ、潜在意識のブログと英語のブログと、まあそのブログノウハウに関するブログみたいな感じで3つやってたんですけど、それを毎日毎日。 えー、更新していてい夜は、ね、深夜の、まあ、仕事をしてたので、深夜の、まあ、仕事中に、今日何書こうかなって、ひたすら考えてるみたいな、そうすると直前になるとアイデアが降ってきて、なんとか1年間、ですね3つのブログを毎日更新することができたと、まあ、この時にこのアイデアを生み出す力っていうのが、ね、すごくまあ身についたわけですね。 ずっと考えてると、降ってくるんですよ。本当に今日も,もう書くネタないわって思いながらも、でも書かないとっていう式でずっと考えてると、直前にこう降ってきたりとかしてね、書けるようになったり。で、当時培われた,た能力があるので、今もこうやって、ポッドキャストもね、おそらくもう600か700ぐらいエピソード言ってると思うんですけど、出してますし、YouTube ももう400動画ぐらい出してますけども、まあ、それだけネ、ね、タが出てくるわけですね。で、これ、 こう超意識と言われるものがあって人間というのは潜在意識のさらにもう少し深いところに超意識というねあの意識で人間は人類はそこでつながっていると言われていてこの超意識からですねこうまあえ超意識にアクセスすることができるとすごいいいアイデアがひらめいたりとかって言われてるんですよだからこう天才と言われる人たちアインシュタインとかエディソンとかそういう人たちっていうのはこの超意識にアクセスしてたからこそあれだけ大きなね発明とかを まあ生み出すこととできたいいうふうふに言われていてこの超意識にアクセスすることができればですねこネタっていうのはどんどん降ってくるんですねで僕がポッドキャストをやっている時にですねまあ意識していることはですねまあ必ず10分喋るっていうのをやってるんですね今までこのエピソードを聞いてきた人は分かると思うんですけど僕のこの話って大体10分前後なんですよまあ9分から11分ぐらいの間に収まっていると思うんですけどまあ基本的に こうアドリブでで喋ってるわけです全部、このテーマだけ決めて、じゃあそれについて何喋るのかっていうのは一切決めずに、今回もこのテーマだけ決めて、アドリブで喋ってるわけですけど、そうすると途中でネタが切れることがあるわけですよ。こういうことは伝えたいなみたいなのがなんとなくぼんやりとあって、喋り始めてみたけど、5分ぐらいでねネタが切れて、残り5分どうしようみたいな感じにねなる時がよくあるんですけど、そういう時はこう喋りながらね何喋ろうかなって考えるみたいな。時間稼ぐ ようなことをしてるわけですね。だからエピソードによってはなんか同じ話この人繰り返してんなみたいな瞬間があったらそれはおそらく僕が時間を稼いでる時ですね時間稼いで何喋ろうかなって考えてる瞬間はだいたい同じ話が繰り返されたりとかっていうことがあるわけですけどこれをずっとやってるとですね喋りながらすごいアイデアがひらめいたりするんですよ。 一切そんなことね話す前は考えていなかったことが突然ひらめいたりとか降ってきたりとかって自分でもねあなんか自分すごいいいこと言ってんなみたいなそういう瞬間がこうあるんですけどそれっていうのはこの超意識にアクセスしてるというか自分すらも気づかなかったまあ大きなひらめきみたいなものが降ってきてすごくですね、まあ、大きな気づきとかねパラダイムシフトが起こるようなことができるとまあ それもですね、この常識にアクセスしてるんじゃないかなと、もちろんそのエジソンとかアインシュタインに比べればね、大したことないのかもしれないけど、自分でも思いもよらなかったもの、この人類が共通してね、持っている常識というところから、アイデアが降ってきたからこそ、そういうふうにね、すごく大きな気づきみたいな発信ができるようになったんじゃないかなっていうふうに思うわけです。で、ここでのポイントっていうのは、やっぱりこの、まあ、アドリブでしゃべるっていうところと、必ずこの決められた時間、しゃべりきるっていうところなんですね。 例えば5分喋って、あ、もう全部喋ったわって言って、そこで終わってしまったら、もうひらめきとか降ってこないわけですよ。そこで5分で終わったけども、なんとか10分こうね、引き伸ばして喋ろうって考えると、ひたすら考えるんですね。喋りながらも脳はずっとこう、何喋ろうかなって考え続ける。そうすると、あるとき、ね、えー、すごく大きなアイデアが降ってきて、喋りながらね、あ、こんなすごいいいこと言ってるみたいな。ね、えー、誰かがこう、 別の人のね、すごい人の知識みたいなのがこう喋れるようになったりとかっていうことが起こるわけですね。これはやっぱりアドリブで喋ってるっていうのと、この10分間必ず喋るっていうところが大きな影響を与えてるんじゃないかなと思うんですね。だから、例えば僕の場合だったらユーデミーとかまあ動画でね、喋ったりしますけど、あれも基本的に全部アドリブで一発撮りで撮ってるんですけど、ユーデミに関しては、スライドがあって、そこにこう箇条書きで書いてあるんで、それを見ながら喋るだけ,だけなので、 ひらめきみたいなものはないわけですよ。もちろん自分の言葉で喋るっていうところに関してはアドリブですけど、じゃああそこから何にもない状態からね、新しいものを生み出すかっていうとそういうわけじゃなくて、あそこに書かれていることをただ喋るだけみたいな感じで終わるから新しいアイデアがひらめいたりとかね、喋ってるうちにそういうことが出てくるってことはあんまりないんですけど、ポッドキャストに関してはこの台本、過剰書きの台本すらないので、もう適当に喋ってると降ってくるみたいな感じなんですね。 で YouTube でもそれが、えー、ないこともないんですけど YouTube っていうのは少しでもこうダラダラしたらすぐに離脱されてしまうので無理に10分引き伸ばそうとするとねすごくこう間延びした感じになってしまったりとかするんでもう本当に必要最低限のことをコンパクトにまとめて喋るっていうふうに自慢してるので YouTube に関しては動画の時間っていうのはこうバラバラ5分のものもあれば10分のものもあるみたいな感じでバラバラなんですけど ポッドキャストって基本的にみんなこうながら聞きしてるんで、この話聞いてる途中になんかね、こう音,音声止めてとかっていう人はまあ少ないので、基本的に最後まで10分聞いてくれるっていう人が多いですから、そういうような形でね、できる限り10分喋りきるっていうふうにしてるわけですけど、ポッドキャストはそれができるんですね。僕は唯一というか、まあ超意識でね、こうアクセスしてすごいアイデアが出てくるっていうのはこのポッドキャストで、毎回この10分喋るっていうね、まあ自分のノルマを課して、 その結果いろんなアイデアが降ってきたりとかねその何のトピックについて喋るのかっていうアイデアもそうですし喋りながら新しいことをひらめいたりとかね新たな気づきが自分自身が得られたりとかって起こるっていうのはまあそういうことなんじゃないかなと思うわけですだからこうやってしゃべりながらも常にネタを探しているわけですね今も実はこのまだ6分ぐらい喋ってますけどねあと4分何喋ろうかなみたいなことを考えながらねこうやって時間を稼いでやっているわけですねなので あのまあ、情報発信慣れてきたら、ぜひちょっと自分に負荷をかけるってことをやってみてほしいんですよ。例えば5分しゃべれるんだったら、もう5分しゃべるってのは空なくできると思うんで、そこをずっとやっていても、なかなかレベルって上がっていかないですから、5分しゃべれるようになったんだったら、じゃあ次10分目指すみたいな感じで、しかもそれをアドリブで完全にその台本なしでしゃべるっていうふうにすると、もう自然と言葉が出てくるっていうことが、まあ、身につくんですよね。 まあ僕自身はこの能力っていうのは日本にいた時の仕事で身についた部分はあるんですけどまあ人前に出てねこうマイク持ってしゃべるような仕事をしてたんでそれでこう何かしゃべんないといけないわけですよそうするとこうねえ何も考えないのになんか言葉が出てくるみたいな慣れてくるとそういう状態になるんでそうすると今もそうですけどなんか別のことを考えながらも言葉は止まらないみたいな状態になるわけですねだから A とかあーとかっていうのは少ないっていうのはその時にかなり鍛えられた部分はあるんですけど 考えてるときって、えーとかあーとかってなるじゃないですか。かそれも一切考えてないというか、もう無になって喋ってるから <laughs>、えーもあーも入らないみたいな感じになるんですけど、なので、まあ、この辺はまあトレーニングなんとかなるかなと思いますし、やっぱポッドキャストっていうのはね、すごく喋りの練習にいいので、特にこれってまあ無料で、ね、配信できますし、別にこう気に入らなかったら消せばいいだけなんで、これをやるかやらないかでね、やっぱりその自分の喋りっていうところ どれだけ磨かれるのかっていうところにね関わってきますし非常にまあ気軽に取り組めるんでぜひポッドキャストね、えー、おすすめです特にこの超意識にアクセスするっていうところで言うならばやっぱりポッドキャストが一番やりやすいと思うんですよブログとかだと考えながら書けるからそういうことってあんまないんですよね何かおくかなってゆっくり書けるわけですけどポッドキャストっていうのはこのいわゆるその無言の時間っていうのが入れられないわけですよ無言になったらなんか放送事故かなみたいな感じになるんで常に喋りながら次言うことを考えていかないといけない ブログみたいにゆっくりじゃあ次何書こうかなみたいなことをやってたらなかなかそれはできないわけですけどしゃべりながらずっと考えるってことをすることによってより深い、ね、潜在意識のより奥にある超意識にアクセスすることができるんじゃないかなっていうふうに僕は考えてるわけですねなのでそこっていうのはもう本当に人類の英知が蓄積された部分なのでその超意識にアクセスすることができればものすごい大きなです、ね、ビッグアイデアみたいなものが出てきたりとかしますそれっていうのはやっぱこういうような まあ、ポッドキャストなんかを使って、まあ10分間必ず喋るみたいな、仮に5分でネタ切れをしても10分喋るみたいな感じで、ね、話していくと、そういうところにアクセスできて、そういう大きなアイデアがひらめくということですね。おそらくこの話を聞いて、あなたも思ったかもしれないですけど、この人同じ話してるなと今思ったあなた、ね、えー、まさにもう今僕はネタ切れをしてるわけですよ。でもなんとかこれで、ね、約10分稼ぎ切ったということで、毎回こんな感じでね、やっていくと、すごく、まあ、ポッドキャストもね、 上手にななってくるかなと思うので、まあ、この、ここで出てきたアイディアをね、また別のところで発信することもできるようになるんで、まあ、ポッドキャストやる人っていうのはね、いきなりアドリブはきついかもしれないけども、そんな長い時間じゃなくてもいいんでね、最初は3分とか5分でもいいんで、アドリブでしゃべるっていうのはかなりね、鍛えられるんで、ぜひやってみてください。